皆さんこんにちは、福留光穂です。本日はそばカフェ池森に、やってきております。そばカフェ池森は私の、事務所の上にある美味しい美味しいおそば屋さんです。ということで、私の画面には珍しく人間が2人写ってると思うんですけれども今日はなんとスペシャルゲストということで、2019年の6月に細川たかしさんのお弟子さんとしてデビューされた、はい、流星でございます。どうぞよろしくお願いいたします。イエーイはいってなかなか来ないんですけどね、はい、ということで、貫禄がすごいある方が隣にいるんですけど、別に10歳差とかじゃなくて、何年生まれでしたっけ。私が2002年、平成14年の8月29日生まれですんで、私2003年10月22日生まれで、今満20歳、はあはあ、満21歳です。そうですね。絶対嘘だよ、なんてさ本当に本当ですよ。全然30歳とかでも大丈夫だよ。あ、でも30代とか時には40代って言われることもあるんですよね本当になんか、その事務所でそのお会いした時に、その時に少しお話しさせていただいたんですけど、変な人だったからどうも失礼いたしました。違う違う、いい意味で。私もだって20歳だけど、なんか同い年のお友達があんまりいなくて、それは私もありましたね。そう、あんまり同い年と話が合わないみたいな。これはもう私もそうでございまして、本当なかなか同級生と話が合わないんですよね。私が話してる時にこんな食い込んでくれる人あんまりいない嬉しいそうか、こんなにこういっぱい話して嫌味じゃないよ、嬉しいってこと。ああ、ありがとうございます。じゃあ回してもらって私が回しちゃう、私のチャンネルじゃないですけど大丈夫ですか。YouTube とか見るんですか。見ますよ。絶対です。あれでしょ、こんなさ、なんかラジオ、こうやってダイヤル回して聞くラジオって聞かないですか。アンテナちょっとこんぐらいの。そうですね、こんぐらいだったらあれですけど、だいたいカセットテープのアンテナだとこれぐらい伸びますからね。ちょっとよくわかんないんですけど本当に何してるんですか、普段家で。普段休みの日とか、休みの日だと近所のお寺の裏のベンチで桜眺めるたりとかはいはいはい、まあわかんない、これ春だから夏はまた違うかもしれない。そうですね、夏はセミが鳴いてる時期は、夏はどっかちょっと涼しいところの川のところに行って、この川の音を聞きながら俳句を読んでる俳句を読んでる俳句読んだまだ夏だよ、わかんない。秋もんだんだん焼き芋とかがいい時期になってきたりとかねえ。よし秋の感想になっちゃった秋は何してるの。なんだっけ、冬はやっぱりなんといっても寒いですから外出たくないですね、うん、お、じゃあ家の中で、家の中で何をしてるんですか。レコード鑑賞。レコード見るだけ、聞かずに。いえ、音を聞くっていう病んでるわけではない。病んでるわけではない。なんかすごい人生によって悟りを開いて、なんか嫌なことでもあってそうなっちゃったの全然、私、もう嫌なことあっても、もうあーって歌ったら全然大丈夫です来た来たそう、だって演歌ですもんね。そうですね、演歌は。で、その前に5歳から民謡も習ってましたんで、だから本当そんな中で、ちっちゃい時から歌うことが好きっていうのは間違いないですね。やっぱ演歌は演歌言って、お後がよろしいよって、そういう感じですねダメだ、私さ、自分のペースにさ、人を巻き込むのが好きなんだけど、リュースさん独自のさ、ペースは気づかれすぎててだから私、なんか、私なんてまだ全然ダメなんだな。いやいや、どんなことない。死んなくなる。いつもそういうお格好されてる。ほとんど、外出る時とか、またあとは仕事を行かせていただく時は、もうほとんどこのジャケットだって、このシャツの生地、おじいちゃんでしか見たことないさっきその話したんですよ、休みの日何してるんですかって聞いてくれたから、ボートレースとかかなって言ったら、乗ってる方かと思いましたいや、ボート乗るのが好きなのかなと思ったんですけどボートレースだから、あ、全然、公営ギャンブルです、ボートレース。ねえ、もう本当に難しいんですよね、結構ね。あ、今度じゃあぜひ一緒に。あ、私も一切やったことないので、はい、じゃあ、教えていただきます。スタジオにラッキー行けますか。わかりました、ぜひ。どんな雰囲気になるの。でもなんか、でもレース場の人ってやっぱり年齢層が結構どっちかというと高めだから、全然私と同年代ぐらいの方もいらっしゃるんですけど、大半は
やっぱり40代、50代くらいの男性とかが多いから、仲良くなれるんじゃない？仲良くなれる。なんか、どんな感じで見るんだろう、ボートレースを。気になる。人生でムカつくことってどういうな時ですか？イラつく時、ムカつくこと、マジありえないなとか思う時ってどういう時ですか？よっぽど嫌なこと言われたりとかしない限りは全然大丈夫。レンズさんに悪いこと言う人いるんですか？その時バッてムカッと来ても、うん、もうその瞬間忘れちゃうんですよ。あ、まあでもそれは寝たりしたら忘れますもんね。もうそのままね、その場で忘れるとなかなか大変ですけど、まあ例えばね、好きなコーヒーを飲みながらとか、まあでもそういうことを言われるのもまた一つね、経験なのかなっていう。好きな食べ物絶対あれでしょ、おせんべい。せんべい好きですね。おせんべいです。おせんべい好きですよ。一番好きな食べ物は？一番好きなやっぱり和食ですよね。お味噌汁。お味噌汁、あ、焼き、焼き魚とかでしょ。もうご飯、白いご飯にお味噌汁、うん、焼き魚におしんこ、これでもう最高ですよね。でそれが一番好きな食べ物。なんかやっぱホッとしますよね、それ食べると。まあ日本人だからね。嫌いな食べ物は？嫌いな食べ物はまずないですね。まずない。パクチー食べれますか？食べたことないですよね。じゃあ食べさせてような企画。食わず嫌い。だからまだ食べたことないってだけですから、もしかしたら何かにふっと乗ってて知らないうちに食べてる可能性もあるんですよ。いや絶対ね、食べれないと思うよ。そんなに苦いんですか？いや、あれはね、私食わず嫌いのの食べてみたっていう企画を結構ね、お気に入りでやってるんですけれども、なんか結構な種類があるみたいですね。結構いっぱいあって、パクチーをね、先日初めて、うん、カメムシ食べてるのと思った。食べたことないけど。食べたことないんですか？ないけど。飯食べてるんだ。まだ食べたことないけど、ええ、風味がもうね、カメムシだった、完全に。何笑ってんねん。食べるかよくわかんないな、あの。いや、本当に絶対食べれないと思う。料理作りますよ。でもそんなに手の込んだものは作れないですけどね。すごい、何作るの？何でしょう。え、ぬか漬けとかつけてるでしょ、絶対。つけたいんですよね。つけたいんだ。お酒飲むの？お酒飲みますよ。何、日本酒とか？いや、日本酒もちょっとだけ飲みますけど。焼酎でしょ。焼酎飲みますよ。え、あとのは何が一番好き？まあ、ビールも飲みますしね。あとは、そんなところですかね。真反対なんだ、私たちが飲む、私が飲むお酒と。私レモンサワーとかサワーとかレモンサワーカクテルとかが好きだから、ええ、そう、焼酎とか日本酒とか逆に全然飲まないから。まあ焼酎か、私あんま飲んだことないんだよね、焼酎は。日本酒はちょこちょこだけど、焼酎だって本当あんま飲んだことないから分かんないんだよね。本当にこう家庭的なあったかいと思うんですよ。あ、もうアットホームな感じの。そうですね。ちょっとこじんまりというか。そうですね、もう常連さんがいて。ああ、いいよね、そういうところで、ね。そこでこう常連さんと、ね、マスターとママがこうね。マスターとママって言い方。もうこう、なんていうか、世間話しながらこうほっこり飲むという。え、酔っ払い結構強いお酒は？いやー、そんな強くないですね。酔ったらどうなるの？すぐクッと寝ちゃいますね。クッとね、急に、ええ、シャットダウンしちゃう。あとはあまりに酔っ払うと本当は足が千鳥足になっちゃいますよね。ああ、千鳥足って言う人いるんだ。21歳あんま言わなくない？なんかフラフラになるとか。千鳥足。泣くとか。あ、そういうのない？なんか段階があるみたいで、うん、私全然自覚はないんですけど、で一番最初ものすごい陽気になる、次酔っ払いすぎてちょっとずつ具合悪くなってきてるのか、ムスッとなる、ムスッとなるんだ。で最後泣くっていう、なかなか結構癖の強い酒癖。いや、ただ最近は泣くことなくなりましたけど、飲み始めの時ですね。ああ、でも私もそんな泣くし、うん、なんかいろんな人に電話かけちゃうし、うん、泣くひたすら。うちで一人で飲むことなんてあります？うちで一人で飲んでも妹に電話かけて泣く。
なんか家で泣いたりすぐ泣いちゃう。悩みがあったらも絶対泣くし、悩みがなかったらヘラヘラ陽気に、あの友達とかにもずっとベタベタしちゃう、そういうタイプ。あんまりうちらなんだろう、どうなる2人して泣いててもカオスだけどさ、そう絶対じゃあ涙の理由、それはどういう理由で泣くの？なんか急に涙出てきたみたいな、なんかこう喋ってるうちにだんだんその感情が入ってきちゃって、最初はこう普通に喋ってるんだけども、だんだんね、あの時はあれでさ、こうでさ、あの時こうみたいな感じ。泣き方がさ、もう なんなん、君は一体何なんだ。いつからそう、生まれた時からそうなの？もしだから生まれた瞬間からなんか落語とかさ、言ってそうだよね。私ね、あの2歳か3歳ぐらいの誕生日の時、今こうだんだんとこう流暢に喋れるかどうかになってきたぐらいの時に、うちのばあちゃんから。ゆうせい誕生日プレゼント何が欲しいのって聞かれたら、あよのこうじきみまろさんの DVD って言ったらしいですか。しどいですね。いまだに大好きですけど、はいはいはい、だからもう本当に小学校ぐらいの時には小さいおじさんとやってましたね。あ、大丈夫ですよ、今もいいおじさんだから。もうだんだんそのまんまなんですよ。大丈夫ですよ、年齢が早く追いついたらいいね。だからもう今ね、現在21ですけど、なもうこの一応21歳、頭の中はもう80歳ぐらいだよねってよく言われるんですよ。ね、だからさ、本当にさ、その60歳くらいとかでさ、40代ぐらいになった時にさ、どうなってるんだろうね。一周回って10代みたいになってんじゃない？10代ウェーイみたいな。逆に。いや、本当にそういうノリでいたことがないですから。いやでもめっちゃ嫌だな、なんかレシーさん40歳になったと思ったらイエーイとか言ってなんかめっちゃ暴れてたりしてもすっごい嫌だな。もういやもう本当に自分でも想像がつかないですね。どうなってるの、なんか流行りの J-POP しか歌わなくなってたりして。まあでもそのもちろんね、演歌民謡というのはこれは私の根本ですから、それででもその中でいろんな歌を勉強させていただきながら頑張っていきたいなというのはありますね。いや本当頑張ってください。ありがとうございます。閉まっちゃった。